アサラミットワルウサゴンです。チャジピコです。タイマジンです。トントンです。背中の主張逆に密じゃなかったら死ぬマインクラフト。というわけでその名の通り今7人いるんですけど、密にならないと死にます、はい、だから常に団体行動をしてダイヤモンドを目指していこうと思います。食べるのは4人です。それではやっていきましょう。じゃあやっていきますか。てかゴリラとミツ嫌だな。僕も嫌なんですけどこれ。なんでそんなこと言える方。変なキャラ好きやめろ。どこ目指しますか。木に登りたいですね。ゴリラだ。とりあえずじゃあ木目指すか。ああ。オッケーオッケー、決まる、これだ。コスパ悪いこれ。この人数でこれかよ。あぶね。おい。ゴリラ。ゴリラ。あれゴリラじゃなくなってない。さすがにさ。え、素顔が。おかえりって何？おい、今誰だ誰だ、殴った人。殴った人誰今？まさかまさか。まさかまさか。おお。大魔神さんだ。おい、あのゴリラ。いや違う違う違う。メスゴリラ、メスゴリラ。メスゴリラ。どっちでもいいわ。ゴリラは共犯だろ。確かに。そういうことね。もうちょい木取っときます。じゃあ行きましょう。私結構先頭だから後ろの人に押してほしいな。キッコロさん押していきましょう。楽だな。これ僕押されるだけでよくね。ほらほら頑張れ、押せ押せ。おい働け、おい働け、働け、働け。お、来た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 。木回収できました。ナイスナイス。これ最後になんか友情芽生えそうじゃないですか。一歩間違えばすぐ亀裂入りますよ。間違えない。いや、まあまあ、まあ、おい誰だ誰だ、おい今見えたからだ。殴ったやつちょっとみんなでフルボッコにしましょう。友情とは終わんなくなっちゃうから。あ、クモがいます、クモがいます。スケルトン、スケルトンがいます。これスケルトン積みきつかない。これ地面掘りましょう、地面。スケルトン強いな。ここで動画をぐだらせるわけにはいかねえんだ。うおーっとかー。バチが当たっていく。よし、じゃあ気を取り直して。待って、なんか僕大魔神さんの頭持ってんだけど。友達増えた。やばい、感染してる。ゴリラの森。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、僕だいぶ下行ってるけど。すごい見てくる。大丈夫か、本物が言うのなんですけど。だいぶひどいなこれ。石欲しい、石欲しい。作業台ください。じゃあ、はい、そこ置くんだ。待ってください、安山岩です。これ丸石に水かけた安山岩です。なんで毎回やってんだよ。僕頑張って掘ったのに。パンチで石壊すしかない。じゃあ俺もやるか。パンチ力。どうします、こっからどこ掘ってく、どう相談する。ゴリラの巣どうします、どうしましょうかね。ゴリラウイルスに感染するの時間の問題。ただでさえ水で見分けつかない。みんなゴリラの頭つけたらもうわけわかんないんだよな。外しましょうか。ゴリラ解散。夢から覚めたようだ。ゴリラの夢を見ていたようだ。セミコさんなんか、あ、前行き過ぎたっつって死ぬ未来が見えるんだけど。信じて。一応ストッパー置いとこう、ここに。壊すな、ストッパー。いくよ。せーの。おい、ピッケルの耐久値がもったいないから。倒せた。高さいくつだ、今。22まで来た。あとちょっとでダイヤの高さだ。取れ高作っときます、ここで。この絵面のままダイヤ取れちゃったらまずいから。マジカルゴリラっすか、これもしかして。バナナで負けた人がゴリラの頭を変わる。これはゴリラにちなんだことを言うんですか。厳しい。永遠とゴリラと言ったらなんとかって言い続ける。ゴリラの方が。どこの需要取られてんだ、それ。マジカルゴリラ、ゴリラと言ったらバナナ、ゴリラと言ったら動物、ゴリラと言ったら上腕二頭筋。
ゴリラと言ったらタイヤに乗ってる。ゴリラと言ったら木に登る。ゴリラと言ったら黒い。ゴリラと言ったら大胸筋。待って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 、大胸筋ってなんすかさっきから。別にゴリラと言ったら大胸筋だよねとはならなくないですか。タイヤに乗ったゴリラって何ですか。乗ってるイメージ何ですか。確かに後ろ2人ゴリラじゃないですかこれ。確かにゴリラの足は作るな。みんな踏まれるから痛いから、このゴリラの頭かわいそうだから。そんなことできるの。なんかゴリラの頭いっぱい打ってくるんだけど。ゴリラ解放のデモ宣言やってる。かまど置きます。かまど、かまどか。石炭だと思って棒の上に置いてゴリラだった。本当にゴリラ石炭に見える。マジ似てますよね。誰だよ量産した人本当に。あ、この真ん中のかまど焼けます。OK です。おい、誰だ、かまどの中にゴリラ焼こうとしてるやつ。ゴリラ焼けねえんだよ。デイクドゴリラ。デイクドゴリラ。キコロさん、キコロさんなんかゴリラの頭で手まりしてます。遊ばないでください。楽しそう。うわー、ゴリラシャワー。完全に視聴者の需要を捉えた。置き去りにしてんだよな。これ結構近いんじゃないですか。ラストスパートだ。みんな意外と大丈夫そうだな。固い立ち回りですね。なんか実況者的にはここで死んだ方がおもろいみたいなのあるけど、僕らもねやっぱ撮影時間というものがありますからね。誰ですかここに落とし穴を掘った人は。私が掘りましたよ。おい、させびこは、させびこさんの身長だったらマジで今5マス離れてたからな。危ない危ない危ない、死んじゃうから。事実なのに殴られるからやめても。危ない危ない危ない、秩序が。でもせーのでスニーク上を失敗してドドドドドって進めることできるかな。怖すぎ、なんで今になってそんなチャレンジ。終盤も終盤よ今。やらないでって言ってる。ここまで来てやらないでくださいって言ってる。いや、行きましょう行きましょう。よし、そう行くよ。じゃあせーの、ふっ、怖えこれ。でもだいぶ進めてません、これ。あとダイヤ掘り当てるだけなんだけどな。ねえ、そろそろ照明さんやるか。すごい、すげえ。今までで一番危なかった。僕の視点見てほしい、本当に荒ぶってたから。ほら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 、何事というわけで、逆にミスじゃなかったら死ぬマインクラフトダイヤチャレンジ成功です。やったというわけで、このダイヤは僕がダイヤ家にしちゃおうかな。さて、本番はゴリラ肉にもするから。やめろやめろ。ほら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 。ああ帰ってきた帰ってきた。あ、やばい、みんなゴリラしてね。長い夢から覚めたようだ。長い夢だった。ゴリラ蜜にならなかったら死ぬ世界で遊んでた気がするわ。